はい、皆さんこんにちこんばんは、モアです。この度もご視聴誠にありがとうございます。それでですね、今回はミラージュのですね、車内を紹介しようかなと思って、この動画を撮っています。まあ、車内を紹介といってもですね、この車も12年以上前の車なので、まあ、今更車内紹介してもというのはあるんですけれども、まあ、今のですね、クレソン、クレアに至るまで、12年前の車はこんな感じだったのかっていう目で見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあとりあえずバンクーベッドからなんですけれども、今ちょっと測ってみたんですけれども、高さが、約56センチ、それで幅が185センチ、長さ縦が、約170ぐらいでしたね。まだ女性が寝るにはまあ問題なさそうですけど、まあ大きい男性とかはちょっと厳しいのかなっていうところもありますね。まあ斜めに寝ればまあなんとかなると思うんですけれどもね。ちょっと今ゴテゴテと寝具が乗ってるんですけれども、ちょっと展開してみますね。一応ロックをですね、これ外せば、よいしょ、ここまで伸びるようになってますね。はい、大体こんな感じですね。まあやっぱり今の、ね、クレソン、クレアの方が高さもあるんで、まあ広いって言ったら広いんでしょうけど、まあこれでも十分寝れますね。はい、次はダイネット部分なんですけれども、大体まあこの状態でご飯食べたり、まあ、くつろいだりしてますね。で、窓の方なんですけども、昔のタイプはですね、こういう感じの蛇腹式になってましたね。で、カーテンも一応こう閉めることができます。まあ、こんな感じですね。で、自分はですね、だいたいここで寝ることが多いので、今からちょっと、ベッド展開してみますね。で、この真ん中の部分はこの背もたれを外すんですけれども、これはもう今の車とだいたい一緒だと思います。外して、こんな感じですね。ほら、梅おいで。よいしょ。で、自分は身長183センチぐらいあるんで、ここの場所だったら足がですね、ぶつからないで余裕で寝れるんで、ここで寝ることが多いですね。梅もここで大体寝ます。でですね、ここはですね、オプションでですね、こことここに新たな特注のマットを作って、全てここがフルフラットになるような仕様にしました。今はですね、ちょっとそのマットはですね、物置に入れちゃってるんで、ちょっと写真で見てみますね。こんな感じです。昔はこんな感じにして、子供たちが色多く使えるようにゴロゴロできるようにしてましたね。で、一応床下収納もあります。ちょっと今ぐちゃぐちゃしてますけれども、でこの下にですね、メインバッテリーがあるって感じですね。ではダイネット上の棚の部分なんですけど、
こちらは主にまあ使い捨てできる紙皿とか割り箸とかそういうものが主に入ってますね。でこっちは、鍋とかフライパンとか、まあ、そういったキッチン関係のものを入れてます。でここにある照明なんですけども、まあ、常夜灯のような LED の照明ですね、まあ、ここでオンオフするって感じですね。でこの棚の下の部分ですね、ここに、FF ヒーターのスイッチと、でこれがエアコンのスイッチですね、このエアコンはですねエンジンをかけてる時に、使えるエアコンですね。ここがエアコンの、吹き出し口です。 FF ヒーターのは下にありますね、吹き出し口は。でやっぱ気持ちよく音楽を聴きたいので運転席の後ろとこの助手席の後ろですね、オプションでこれスピーカーつけました。やっぱあるのとないのは全然違いますね。はい、じゃあ入り口横の下駄箱と言われるこの辺の物入れなんですけれども、これオプションなんですよ。で何がオプションかというとですね、当時はこっち側に扉の下駄箱の扉の入り口があったんですよね、側面、今でいう側面の方に。でこれだと非常に使いづらいので、こっち側に扉をつけたいっていう形でお願いして、最初ちょっと、まあ、できるかなって感じでちょっと渋ってたんですけど、まあできるでしょうってことでこっち側にお願いしてやってもらいました。今ではもうこっち側についてるのが当たり前になってますけど、昔はですね扉がこっち側だったんですよね。はい、それで下駄箱の中なんですけど、今はもう靴は入れてないですね。こういう感じで、まあすぐ取り出して使えるようなまあ物とかをあれこれ入れてます。この方がまあなんか外でキャンプとかやってる時にパパッと取り出せて楽なので。で下の段にはまあこっちも同じようにパパッと取り出せると楽なものを入れてますね。で下駄箱上のこのスペースなんですけれども、まあ、当時はテレビが置いてあったんですよ。ただもうあの子供たち用として置いていたテレビなので、もう子供たちが来なくなったので、今は普通に何でも置けるテーブルとして使ってますね。で反対側にはですねスイッチ類がありますね。これ邪魔ですね。よいしょ。で上にあるのが、これがメインスイッチで、下にあるのが、これが一番上が、室内灯の位置で、真ん中が、ルーフベントで、3番目一番下は室外灯ですね。でまあ一応これでチェックできるようにはなってますけどね。で扉の上の方にですね、キャンピングカー仲間が当時つけてくれた、電圧計、サブバッテリーの電圧計がついてます。これ非常に重宝したんですけれども、もう12年ぐらい経って文字が欠けちゃったりしてるので、まあこれもなんか変えようかなと思ってます。はい、でこの入り口横のこのスペースですね、ここはもう今の車と多分変わらないと思いますね。バーを外して、でクッションをセットすれば座れるスペースになる。これはもう今と変わらないですね。で入り口の上にある、この扉、これはですね大したのを入れてないんですけど、まあバンクベッドの仕切りとか運転席部分にある仕切り、こちらのを入れてるぐらいですね。じゃあ次はキッチン部分ですね、こちらサイドテーブルになります。まあこの辺は今の車と変わらないですね。でこちらがシンクですね、ガラス扉を開けて使うんですけれども、一応ラジエーターボイラーがついてますので、お湯も出ます、今ちょっと水タンク入ってないんで出ないんですけど、で一応ここにコンロ2つあるんですけど、これはもうめったに使わないですね。火力がちょっと弱いので、このコンロを使うことはめったにないです。主に洗い物とかぐらいですね、ここを使うのは。でここにはちょっとした棚をつけて、洗剤とあと歯磨きセット、まあその他
置いて、まあこれはカトラリーですね。でシンクの下に、スイッチ系が並んでますね。でこれがラジエーターボイラーですね。今 AC でこれでスイッチ入れればボイラー作動してお湯が出るようになるんですけれども、走行中にもですねラジエーターボイラーが作動して、エンジンの熱で、お湯が使えますので、これは非常に助かってます。でこちらがですね、AC 挿した外部電源挿した時だけ使えるコンセントですね。でこれが6連のスイッチ、冷蔵庫、シャワー室、今の流しのこのライト、あと水道のポンプですね、それと室内灯の、室内灯の重要灯の LED ですねのスイッチ、あと照明1番のスイッチですね。でキッチン下の棚ですね、ここにはガス灯が入ってますね。でこれがですね、でこれが冷蔵庫とシンクのガス台のガスを入れるカートリッジですね。今もう使ってないので今中空にしています。で冷蔵庫はですね、90リッターの3ウェイ冷蔵庫ですね、ガスと AC と DC 3ウェイ冷蔵庫になってます。で冷凍庫もバッチリ冷えてくれるドメティックの、3ウェイ冷蔵庫ですね。でキッチン上の収納はここには、まあ、カトラリー系の予備を入れて、まあ、この上には、まあ、食器等がちょっと入ってますね、まあ、こんな感じです。でキッチンの上にはですね一応電子レンジがついてます。でこれ外部電源を使わないと使用できません。で一応この車にはですね発電機が搭載されてますので、発電機を、つければエンジンかければ、電子レンジ使えるんですが、まあ、騒音の問題があるんでめったに使うことはないですね。はい、それで2段ベッドのこの手前のこの部分ですね、ここにクローゼットを特注で付けました。で下の段にはですねタオル等を入れてますね。でその下には、ティッシュの予備とエコバッグなんか今入ってますね。はい、それでルーフベントです。当時はですねここに化粧カバーがついてるのが嬉しかったりしましたね。はい、続いてマルチルームですね。中にはポータブルトイレを置いてます。でお湯も出るのでシャワーはたまに使ったりしてます。はい、それで最後部の2段ベッドですね。ここは約幅が76センチあります。この2段ベッドはですね子供たち用だったので今はもう使ってないです。ほぼ物入れになってますね。まあ、こんな感じでいくつかのキャンプ用品とか物を置いてますね。これはタイヤのエアを入れるやつですね。あと工具とかバッテリー充電器、まあ、その他キャンプ用品も含めてこの2段ベッドは物入れになってます。で一番下の段はですね、仕切りの扉とかないので母ちゃんの作ってくれたカーテンを引いてます。でここはもうキャンプ用品ですね、まあ、外からもアクセスできるのでキャンプ用品を一番下には置いてますね。はい、そんな感じでミラージュの車内を紹介させていただきました。このミラージュに関してはですね、まあ、車内はもうほとんどいじくってないような感じなので、まあ、納車当時の雰囲気をですねちょっと感じていただけたかなとは思います。で今のクレソン、クレアと比べて、まあ、あんまり変わってない部分もあれば大きく変わった進化した部分もあるかと思います。はい、そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録なんかしていただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いします。
ということでまたお会いしましょう。さよなら。はいメモ。さよなら。はいメ。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。